脊柱管狭窄症には内ももを緩めてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、今日ですね、患者さんからこちらいただきました、あのリンゴパイですね、リンゴパイですね。はい、ありがとうございます。後で食べたいと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、前回はですね、脊柱管狭窄症に対するお腹のストレッチと、太ももの前のストレッチをお話ししたと思います。で、それをやった上で、今からお伝えするですね、ストレッチっていうのをやっていただきたいなと思うんですけども、まあ、内ももってじゃあ何なのかっていうと、股関節の内転って言われる動きです。あ、内転筋ですね。はい、まあ、ここです、はい、内側に本当あるところですね。ここにはいっぱい筋肉があったりとかするんですけど、まあ、この筋肉が硬くなると、いつもお話ししているように骨盤が前傾したりとか、股関節がこう屈曲っていって曲がりっぱなしになります。その結果、脊柱管だったりとか椎間関節に負担がかかってきてしまって、狭窄症になる方が非常に多いですので、今からお伝えするストレッチを一緒にやっていければと思います。はい、そしたらですね、やっていこうと思うんですけど、まあ、これ両方ともやってあげてください。はい、でまずですね、やる場所を簡単に説明していきたいので見ていただきたいなと思うのですが、よいしょ。はい、内ももといってもですね、まあ、いっぱいあるんですけど、まず見つけていただきたいのはですね、下から触って、ここになんか大きいコリコリとした筋肉ありますよね。はい、これはハムストリングスって言って、太ももの裏の筋肉なんですけど、ここをね、内ももに向かってこういくと、この辺りですね、この辺り、まだ結構下の方ですけど、この辺りでなんかへこむ場所があると思います。はい、ここの筋肉の間ですね、間を剥がしていくことをやっていきます。ここは上はね、内ももの筋肉なんですけど、下はハムストリングスって言って、内ももじゃなくて太ももの裏の筋肉になります。ここが癒着って言って固まってしまってると、脊柱管狭窄症になっている方が多いですので、ここをね、まず剥いでいきます。で、やり方は本当さっきの隙間のところに指をグッと入れてそれを持ち上げるような感じですね。グッと入れて持ち上げるような感じ。はい、グッと入れて持ち上げます。これがですね、この辺まで長さがありますので、この状態で揺すっていくような感じですね。はい、こういう感じで揺すっていきます。はい、こんな感じですね、揺すっていきます。まあ、1箇所だいたい20秒ぐらいやってあげてください。で、これが終わったら、ちょっとまた下ですね。はい、下、場所を変えていきます。場所を変えていきます。はい、よろしいでしょうか。まずこれが一つ目ですね。で、二つ目が、今こう下からこう辿っていきましたけど、だいたい真ん中ら辺でまたコリッとした筋肉があると思います。はい。これのコリッとしたところをですね、ちょうど真下ですね。真下にさっきと同じようにグッと、指を入れていただいて、えぐるような感じで触っていただきます。はい、これも同じようにこの筋肉の繊維に沿って同様に裂いていきます。はい、結構痛いと思いますよ。裂いていきます。これ座ってもいいので、こういう風に座ってやってもらってもいいので、ちょっと見えやすいように僕立ってやってましたけど、自分でやるときは全然座ってもらって大丈夫です。はい、大丈夫でしょうか。で、次はですね、一旦裂いたら、足ができればブラブラなるようなところに座っていただきたいなと思うんですけど、さっき2箇所触ったじゃないですか。そこにまたですね、指を当てがります。指を当てがってもらって、その状態でまた膝の曲げ伸ばしですね。曲げ伸ばし。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11という感じで30回ずつぐらいやってあげてください。で、次も同じように 2回目触ったところですね、をまた触っていただいて、同じようにですね、こうやって伸ばしていきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13っていう感じで、まあ、やってあげてください。で、それがですね、終わったら2つ目、ポイント2つ目ですね。
よいしょ。このような姿勢ですね。今やった方の姿勢、ごめんなさい、足をこのようにしていただいて、自分の手のひらを使って真下にぐーっと圧迫を加えてあげてください。真下に圧迫ですね。ぐーっと、だいたい10秒ぐらいしたら次横、もうちょっと下の方とかですね、まんべんなくしてあげます。ちょうど太ももの見えるかな、これぐらいですね。これぐらい範囲がありますので、鼠径部のあたりから順番にこんな感じでやってあげてください、はい、多分痛いところがあります。僕は一番下のこの部分が痛いですね、はい、痛いところはちょっと長めに押してあげてください。はい、大丈夫でしょうか。で、最後ですね、今緩めただけでこれだけで終わってしまうとあんまり意味がないので、最後ですね、伸ばしていくことをやります。で、やり方としては何か椅子でもいいですし、こういう台とかでもいいんですけど、まあ、やりたい方の足をですね、こういうふうに台に乗せてあげてください。で、ここからまずつま先を上にしっかり向けてください。はい、向けていただきましたでしょうか。で、そしたらですね、腰に手を当てていただきます。はい、で、ここからですね、股関節ですね、股関節、まあ足の付け、つま先ですね、をこっち側、こっちじゃなくて後ろ方向、つま先を上げたまま後ろ方向に向かせます。これができたらですね、これができたら前を向きながらお辞儀をしていくような形ですね。はい、そうするとここが伸ばされると思います。これで30秒キープしていくような形ですね。はい、別角度から見るとこんな感じで、もう見えないですね、こっちでいきましょうか。はい、こんな感じで足見てくださいね、上向けて後ろに向けて、この状態で前を見たままお辞儀をする。これをよくですね、下を向いたままやる方いるんですけど、そうじゃなくて前を向いたままやってあげてください。はい、で、これで30秒やっていただくってことを続けていただいて、なんか調子がいいなって思うのであれば、この大内転筋が関わっている可能性高いですので、まあ、パート1、パート2、パート3というこの3つですね、っていうのをまずやっていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今日の内容ですね、良かったなと思った方は、グッドボタンだったりとか、あとこういった、内容が聞きたいとか、今日の動画に対してこういう質問がありますとか、何かあればコメント欄からよろしくお願いいたします。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。